カサゴ。カサゴ、カサゴ、草魚、サバスティスカスマーマータスは、カサゴ目、フサカサゴ科、あるいは、メバル科に属する魚類の標準和名。全長30センチメートル、日本近海を含む太平洋西部の段階域に分布し、沿岸の岩礁や、海中林などに生息する。食用魚として様々な料理に用いられる。学名。 ラテン語の内属名のサバスティスカス。セバスティスクスは、ギリシャ語のシグマイプシロンベータアルファーシグマタウ。サバストース、セバストス、尊厳の意に由来する語声語で、西王人名ゼバスティアン、音訳例、セバスチャン、セバスティアンと同根である。種賞名マーマータス、マルマラトゥスは、大理石、マーブル模様を意味する、ラテン語マーマー、マルモル、エン、マーブルに由来、 和名は、頭部が大きく、傘を被っているように見えることから起こった、俗称、傘語に由来すると考えられている。一方、皮膚が乱、ただれたように見えることから、皮膚病にかかって、草、傘。傘豚ができたような魚との意味での、草魚が語源であるとする説もある。なお、傘語、草魚は、漢字表記として、共に存在する。日本の方言名には、 大きなものを、デカガシラ、関西地方のガシラ、ガシ、山陰地方、鳥取、島根の木下、島根の木工、岡山の赤目丸、赤目丸、赤陣、四国徳島のガガネ、瀬戸内海西部沿岸地方、広島、愛媛などの本郷、九州は宮崎のガガラ、本郷、お及び長崎、熊本、鹿児島の荒株、ガラ株、 株ブなどがある。英語名のマーブルドロックフィッシュ、音訳例、マーブルドロックフィッシュは、大理石模様の、岩礁の魚との語義である。中国語では、の字が総称としての、カサゴ、カサゴ化を意味する。サバスティスカス属は、属、エスマーマータスは、と記す、属シクコ公。最大で、全長30センチメートル。 体重 2.8kg。体色は普通、赤色から、褐色値に不規則な形状の薄色ムラが見られるが、体色や模様は、生息環境や個体により変異がある。近縁のメバルに比べて、相対的に体の断面が丸く側平たは弱く、目が小さく、口が大きい。浅いところに住むカサゴは、岩や海藻の色に合わせた褐色をしているのに対し、 深いところに住むカサゴは鮮やかな赤色である。赤色光の吸収と残留青し気候の拡散が起こる海中、すなわち青い海の中では赤色系の体色は環境の青し気候と相殺されて地味な灰色に見えるため、これは保護色として機能する。簡単に言うと赤い光は海の深いところまで届かないので赤い色をしたカサゴは敵や獲物から見つかりにくい。 これは深海における適応の一つで、実際、深海生物には真っ赤な体色のものが多く見られる。外部形態の酷似する金煙種うっかりかさの S、ターシュスとの識別は混乱していたが、両者は太洋の白天の縁取りの有無などが異なる別種であることが知られている。日本の北海道南部から朝鮮半島、中国、台湾、及び フィリピンまでの海域に分布する。海岸近くから水深200メートルくらいまでの岩礁域に生息する。メバルほど泳ぎ回らず、海底で生活することが多い。昼は物陰に潜み、夜になると餌を探して泳ぎ出す。肉食性。誤解、甲殻類、小魚などを大きな口で素早く捕食する。卵耐性。体内受精を行い。 卵ではなく、死魚を産む。秋に交尾したメスは1から3ヶ月後くらいに、数万尾の死魚を産む。ただし、母体の死魚は、人のように母体とへその緒で繋がれるわけではなく、自身が持つ卵黄の栄養分で育つ。なお、同じふさかさごかのメバルも耐性であるが、オニカサゴなどは卵生である。日本においては、江戸時代、勇ましい姿が、武家に好まれ。 タンゴの節句に飾られる縁起の良い魚の一つであった。日本では釣りの対象魚として馴染み深く、穴釣り仕掛けで根掛かりに注意すれば、防波堤や岩場からも比較的簡単に釣れる。特に夜活発で動くものに襲いかかるため、釣りへも生きたスジエビ、イソメ、イカの切り身、小魚などが使われる。メバルやアイナメと共にネウ王の代表格である。 船釣りの対象魚としても人気があり、東京湾、相模湾では、サバの切り身を餌にした、銅図生地掛けで手軽に釣れる。また、最近では、ソフトルアーを使った、ルアーフィッシングの交代商魚となり、比較的容易に釣れることから、ロックフィッシュゲームと称され、人気が出ている。カサゴは遊泳性が低く移動が活発でない、魚である。このため、あるエリアで一旦釣られると、 よそからの流入による個体数回復が進みにくく、釣られ尽くしの状態が起きやすい。これは釣り人の集中する都市近郊で特に顕著であり、同じ傾向を持つ魚である黒ソイ、ムラソイ等と共に、各漁協、公益法人、地方自治体等による種苗養殖及び放流が行われている。カサゴ及びその近縁の魚は、締まりが良い白身に、 油が乗っていて、非常に美味のため、は、用ともに、様々な料理に使われる。和食では鍋料理、牛を汁、味噌汁といった汁物や煮付け、塩焼きが好まれ、小ぶりであれば、唐揚げとしても多く食される。また、頭が大きく、うどまりこそ悪いが、刺身や握り寿司にもされる。洋食であれば、ブイヤベースやアクアパッツァなど、楽しくご覧になりましたら、 報読と良いです。クリックしてください。